こんにちは。整体ニコニコスタイルのデロです。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。ということでですね、足を組まないように我慢す、足を組まないように我慢するなということでですね、お伝えしていきたいと思います。で今回ですね、前回からの続きになりますので、前回見てない人はですね、下のところの、説明欄のところにですね、リンク貼ってありますので、見ていただくとよりわかると思います。で今日の内容はですね、この足を組みたいのを、ね、姿勢がね、大事だから、ね、姿勢が悪いとね、腰痛になったり、膝の痛みになったりとかね、体に問題を起こしますから、なのでその姿勢に気をつけてるけど足を組みたくなってしまうと。ね、そういう時に、ね、足を組まないでごめん、頑張って、耐える、我慢する。これは良くないですよということで、その理由についてですね、前回お伝えしました。じゃあですね、その我慢せずに、じゃあですね、どうしたらいいのか、ということについて今日ですね、お伝えしていきたいと思います。じゃあどうしたらいいのかということですね。これを知らないと、やっぱりですね、根本的に腰痛とか、あと膝の痛みは改善しないです。ですから、なんかね、調子いいなと思っても、やっぱり痛くなったり、やっぱりね、調子崩してきます。なので、まあそういうふうに根本的に改善したい人はですね、ぜひこの内容を知ってですね、普段ですね、できるときは実践していただくというのがいいかと思います。ではですね、どういうふうに我慢せずにね、じゃあ足組みたいときに我慢せずにどうしたらいいのかと言いますと、これはですね、まあ骨盤を整えるというのが一番いいですし、それがですね、効果的です。根本的に改善するには効果的です。で なぜなのかと言いますと、ね、結局骨盤がですね、こう左右ね、高さが違ったりとか、あとね、こういうふうに回転するようにねじれが起こってたりとか、あと重心バランスが崩れてたりとかしますよね。でそういった時にですね、その、頑張って耐えても、ただ緊張して、ね、ただ体がしんどくて、ね、精神的にも気持ち的にもですね、しんどいというだけになってしまいます。し、それが、まあ、かえって緊張癖とかですね、生んでしまって、余計にですね、その癖が定着してしまいますので、そうじゃなくて、まあ、そういうふうに歪んでるから、そういうふうにね、我慢せざるを得ない。そういうね、しんどい、緊張しやすいような状態に、なってしまってますので、この歪みをちゃんと整えてあげればいいわけなんです。ね。歪みを整えてあげたらいいんです。なので骨盤の高さがこう違ってたら、それをですね、同じ高さになるぐらいまで整えてあげる。ね、骨盤がこういう風にねじれてたら、ねじれがない状態まで戻してあげる。ね、あとは重心がね、こっちに寄ってたら、それをね、正しい位置に戻してあげる。という風に、骨盤をですね、ちゃんと正しい状態に戻してあげたら、正しい姿勢ですね。ね、骨盤が整って、足を組まなくてもいい体ですね。骨盤が立った、そういう姿勢が、楽になります。なので、まあ、歪んでくるから、組みたくなるから、まあ、歪んでない体に戻してあげるというのが、まあ、一番体にとっては、いいですし、あと、体も楽ですし、気持ち的にも楽ですので、ぜひそうしていただくといいかと思います。じゃあですね、どういうふうにすればいいかと言いますと、これからやっていきたいと思います。はい、ということでですね、久々に、骨盤のエクササイズをやっていきたいと思います。ね、これ定番の方なんで、知ってる人もですね、ちょっと復習がてらにやっていただくと、意外とですね、違うことをやってるってこともよくありますので、見ていただくと、一緒にやっていただくといいかと思います。そしたらまずですね、この手をですね、骨盤の上にこうやってね、前斜めの方に置いてあげてください。そして、この、今ね、手を置いたところが骨盤ですから、この骨盤をですね、後ろにコロンと転がします。ね、転がします。横向きでいくと、この状態から、コロンって後ろに倒します。ね。で、倒したら、今度ですね、今度前にコロンと転がします。で、後ろにコロンと転がして、そして前にコロンと転がす。ね。横から見ると、後ろにコローンと転がして、今度前にコローンと転がします。で、少しね、前傾してください。で、後ろにコローンと転がして、前にコローンと転がす。で、この前に行くときに骨盤が立ってきますので、おはようと言います。
起きてきますので、で骨盤は今度寝てきますので、おやすみです。おはーよー。おやすみ。おはーよー。おやすみ。おはーよー。おやすみですね。前から見ると、おはーよー。おやすみ。おはーよー。おやすみ。おはーよー。おやすみ。おはーよーですね。で、ゆっくり起こして、で、これで足を元に戻します。さあ、どうでしょうか。ね。こうなると骨盤が自然に立ってきて、足をですね、こう、組みたくなくなります。組もうという気持ちがなくなりますよね。これなぜかというと骨盤が整ってきたら、この左右の高さと、この前後のねじれと、あと重心ですね。この3つが整ってくるので、なんか別にこう足をこう上げたくなくなります。こうね。逆に言うと骨盤が整うと足をね、こういうね、上げられなくなるんですね。っていう風に骨盤がちゃんとですね、整ってたら、足を組みたいと思わなくなりますので、なので、それをですね、こう、一生懸命こう我慢するんじゃなくて、まあ、おはようおやすみの骨盤のエクササイズをしていただくというのはですね、まあ、体にとってもいいですし、気持ちにとってもいいです。ね、最初はちょっとね、ちょっとおはようおやすみするのもね、ちょっとなんかめんどくさいなというふうに思うかもしれないですけど、そこをですね、ちょっとね、無理ない範囲ですけど、ちょっと一歩踏み出してみると、やってみると意外とですね、気持ちいいです。ね、おはようってね、特に表情と声をですね、よーく真似しながらやっていただくといいかと思いますので、またちょっとね、戻して再生しながら一緒にやっていただくといいかと思います。やってみてですね、ちょっとうまくいかないなと。やっぱ足組みたくなるなと。ね、いうことでしたら、ちょっとね、なんか問題があるかもしれないので、そこはまたですね、質問とかコメントとかメッセージいただければ嬉しく思います。またですね、こういったね、根本的に改善するためのね、動画、またね、見たいなという人は下のところからチャンネル登録と高評価マークを押しておいてください。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。